どうもゴルフプロの水谷です。今回は練習場ではナイスショットが出るんですが、コースに行くと全然コースでうまく打てない、まあ、こういう方にこの動画を届けていこうと思います。こういう方結構多いんじゃないでしょうか、ね、練習場で非常にこう期待を、ね持って、コースに行けるぞと思うんですが、コース行くとなかなかうまくいかない、どうしてもコースではラフってしまうとボールがあまり飛ばない、まあ、こういう結果になってしまう、まあ、これがやっぱりゴルフの難しいところかなと思うんですが、ですがコースでうまく打てるように絶対なりますので、今日の動画はそういった方に届けたいと思います。ぜひ、ね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では早速いきたいと思いますが、ちょっとこういうショットを練習してみてください。それは何かというと、スタンスを普段よりもちょっと狭くしてください。この一つだけやってみましょう。で、この狭くしたことによって振りの幅が少し小さく勝手になります。ですから無理やりやろうと思うんではなくて、少しもうスタンスこれ狭いですね。狭くすると、スイングがだいたい3クォーターぐらいになると思うので、肩ぐらいの振りの幅で打つ。こういうショットを一つ覚えてみてください。で、これはコースで、いろんな状況になるんですね。例えば傾斜斜めになっているところとか、結構ライが悪い時とか、風が強い時とか、結構いろんな状況があるんですが、スタンスの幅を少し狭くして、そして、その幅の範囲内で打てる、結構小さく振って構いません、これで確実にボールを前に飛ばしていける、まあ、こういうショットが打てると思います。結構フルスイングするとスイングのバランスを、ここでこう崩してしまってもう全然うまく打てない、まあ、こんな方が多い、わけですが、ある程度スタンスを狭くして確実にボールを前に飛ばしていく、こういうショットが非常に有効になります。これはどうですか、状況にもよりますけど、結構もうこういうショットばっかり打つような、そういう、まあ、コンディション、そういう時もあります。例えば風が強いとか、下がぬかるんでる状況ばっかりだとか、そういう場合は、もうコースのこのライ、条件は非常に悪いですね。ですから、本当にこう安定したショットができないと苦しい、そういったところで、しっかりとスタンスを、まあ、しっかりというか、まあ、ちょっと狭めに取っていただいて、そしてその範囲内で、このスタンスの中で、できる分のショットを打ってねということです。で、ボールの飛びはフルスイングほど飛ばないです。今はもうかなり小さくね、振ってるような雰囲気なんですけど、距離は落ちますので、番手は少し上げてもいいです。で、長い番手にすると、どうしても、それはそれで精度が落ちたり、するわけですが、ただ、ちゃんと、スタンスを安定させて、スイングを安定させることによって、確実にボールを前に飛ばしていくと。そういうことをやってねということです。構えてスタンスを狭くしますよ。肩から肩ぐらいの振りの幅で打ってあげれば、確実にボールは前に飛んでいきます。大きいミスをしてスコアを崩してしまうとか、とにかくもう全然当たらないとか、まあ、シャンクが出ちゃうとか、まあ、そういうことが結構多いんですね。ですからそういうショットをできるだけ少なくして、確実に完璧とは言えないんですが、確実にボールを前に飛ばしていくというショットを、まあ、繰り返し打っていけば、スコアというのはある程度落ち着くというか収まる、まとめることができる、そんなプレーが十分できると思いますので、少しそれを目指してやってみてください。今日は、コースでうまく打てない、練習場ではうまく打ってるんだけどコースでうまく打てない方に、スタンスの幅を少し狭くして、そして、3クォーターぐらいのスイングでちょっとやってみてね、こういうショットを少しねご紹介しましたので、ぜひまず練習してみてください。練習するとなんとなくねこれが有効だなっていうのが分かると思いますので、まずはやってみて、そしてコースでしっかり発揮していただければいいかなと思います。ぜひ頑張って練習してみましょう。皆さん頑張っていきましょうね。さよなら。